皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターソードシールドをやっていきましょう。はい、フェアリージムが終わった後からです。行きましょう。ナックルシティに用事があるんだけどね。はい、あんたもついてくるかい？次のスタジアムに向かうんならナックルシティに戻るんだからさ。喜んで、ま、ついでさ。優しい。ついでに連れて行ってもらいますね。ナックルシティ、相変わらず誇りっぽい街だね。ま、そういうのを好むポケモンもいるからね。ダストか、ホコリっぽいポケモン、うん、ホコリっぽいポケモンってなんかちょっとおかしいですね。はい、じゃあ次を目指します。ビートさん、チャレンジバンドも剥奪され、ジムチャレンジャーでなくなった。僕の姿を見に来るとは、あなたに余裕なんかあるのかい？あるよ。さあにしてはいいかな。さあ、あなたの実力に合わせた控えめな態度なんですね。あ、そういう風になるんだだけどね、僕は諦めていませんよ。委員長のためチャンピオンになります。だからもう一度ジムチャレンジに参加できるよう頼みますから。おや、あの子いかにもピンクだね。うん、ピンクだね。まっすぐだし、ひねくれてもいる。いいね。そうでなければ、人間の幅は出てこないよ。よし、ジムミッションだよ。なぁ、早い、めっちゃ早い、怖い。ピンク。おめでとう。ジムミッション終わるの早い。あなたはポプラさん、いきなり何をされるんですか？あんたオリーブなんかにいいように使われ、必死に願い星を集めたのに見捨てられて困ってんだろ。私についてきな。なんとかしてやらんこともないよ。もちろんあんたの頑張り次第だけどね。僕を試すのですか？いいでしょう。むしろあなたに認めさせ、願い星のことを教えてもらうとしましょうか。じゃあね、あんたはキルクスタウンに向かいな。7番道路はわかるだろ。ダメだ、面白すぎる。早っ。じゃあとりあえずキルクスタウンに向かいますね。お、よ、ジムバッチは集まってる？ラテラルタウンの遺跡をいろいろ調査していたけど、剣と盾、2匹はどんなポケモンで今はどこにいるんだ？まだまだわからないことばかりで、もう一度宝物庫のタペストリーを見たくなる。おー、お、嘘でしょ？え？っていうか何の音？揺れたのはナックルスタジアム。ローズ委員長の地下プラントがある場所？ん？パワースポット？どうしたの？ダイマックス？どうしたの？ダイマックス？どうしたの？パワースポット探しマシンが反応している。ここでダイマックスできるの？ソニアにダイス君、ちょっと揺れただろ。ちょっとじゃないけどね、結構揺れたけどね。ローズ委員長がまた何かのテストしてるんだな。ナックルシティでポケモンがダイマックスしちゃうかも。そうなのか。では委員長に伝えておくか。ダンデ君は迷うでしょ。私も一緒に行くよ。私楽しみなんだな、あなたが戦う決勝戦。だから揺れのこととかは私ら大人に任せて、キルクスのジムバッジ取りなよ。え、これ言っても何にもならないのかな。お、
モリもクイズも迷いまくったけど、ようやく追いついたぞ。7番道路で相手をしてくれよ。ちょっと気合い入れたいんだ。7番道路。強くなるためあれこれ試す。でなければ兄貴に追いつく、いや追い越すなんてできないぞ。つまりというかズバリというか、俺とポケモン勝負してくれ。そのまんまだった何度目かのホップさんとの勝負です。おーらっと、今回のメンバーでどれだけやれるか試してやるぞ。オーロとか悪技抜いちゃった。へえ。シャドウクロー抜群なんだよね。手応え感じるぞ。それはそうだよ、ミオはエスパータイプだもん。抜いてしまったんだよな。もういっか。原子の力上がるかな。上がらないか。ほら頑張れミュウ。お、撃ってくれた、ありがとう。オーロットは倒れた。何持ってるんだっけここ。オーロットどこで捕まえてきたのかな。ペトロ爆弾覚えてもらいましょう。ペトロ爆弾、ベノムショック、ペトロ攻撃、ここでいいんじゃない。はい、パルスバン。ドリルライナー。お、混乱溶けてる、やったー、抜群。どこか兄貴に似てるかもな。はい、2匹目。ゴリランだ。このまま行く？あんま良くないんだけどな、まあ、いっか。はい、ドリルライナー。当たんない、叩き落とし、まずい。物知りメガネが、タイネかな。ドリルライナー、はい、入れて入れてくれ、頑張れ、よし。もう入んないんだよね、困ったな。抱きつける、あ、ミュウが危ない。耐えるか。ラビフット一回抜いてたんで弱いんですよね。でもまあしょうがない。最終進化まだしてないんですよね、うちの子。痛い、ニトロチャージ、叩きつける。残るかな。あ、残んないか。困りましたね。じゃあオカラスだな。ドリルくちばし、
急所に食らう。怖い。回復させよう。急所じゃなかったら多分いけますよね、思っちゃうんだけど。ほい。急所じゃなかったら大丈夫だね。よかった。もう一回ドリルくちばし。氷技持ってることがいないんですよね。毒氷飛行、あと虫か、草タイプだから。そんなに持ってなかったんだな。カビゴン。どこで捕まえてきたの、カビゴン。じゃあドンボ返りして戻ろう。入んないもん。さあどうする。終わりましたね。格闘技を持ってる子はラビフットしかいなかったので、こっちかな、ストリンダーかな。マスとかつけながらやりましょう。技の説明、スパーク、たまに麻痺、これ確実に麻痺。一回ドクドク入れてから削るか。残ると思うんだけど、残んないかな。うわ、残らないんだ。急所なんだ。辛いんだ。せっかく毒入れたのに困りましたね。まあ、ドガースがベノムショック持ってるから、そっちでいきますか。毒の後のベノムショックは結構入るよ。化学変化ガスだぜ。はい、ベノムショック。削ってくださいね。蓄えてる。困ったな。でも毒の影響は結構と思うから。ダメ押し？ダメ押ししてみる。そうだね、このターンじゃないもんね。でも毒を入れたいから何でもいいんだけど。ヘドロー爆弾。わ、また蓄えてる。いっぱい蓄えますね。3つか。このあと怖いから当てたい。当てて倒したい。毒毒。よし、さすが毒毒。わがましいじゃなくて、覚え技で毒毒覚えてくれたんで入れたんですけど、倒しちゃいましたね、ストリンダー。悲しい。食いたら、食いたら来るのね。ピンチから勝利規制してこそ炎の入った。大丈夫。やだな。ベノムショック。これでなんか押した方がいい気がするけど。炎の鞭、痛い。原子の力。はい、終わり。
いやー、レベルもうちょっと上げないとですね。4440円もらいました。旅に出る前テレビで見ている兄貴はただただ強くまぶしかった。今ならどれだけ強いのか、俺に何が足りないのかわかる。だけど俺も強くなってるぞ。お前よりスピード遅くてもな。相手してくれてサンキュー。元気にするぞ。ありがとう。みんな瀕死になってしまった。俺の願いが分かってきた。俺は兄貴と戦いたい。いや、無敵のチャンピオンである兄貴に勝ちたいんだ。勝つんだ。決めた。キルクスタウンでジムバッジを勝ち取ったらまたお前にビシッと挑むぞ。宣言されちゃったじゃあキルクスタウンまで抜けましょう。間で私もレベル上げていかないとですね。よし、着きました。キルクスタウン。すごい。ここがですね、ソードとシールドでジムのタイプが違うところになるんですが、ここシールドだと氷タイプなんですよね。でまだあんまり対策してないので、ジムに行く前にちょっと対策をしてから行こうかなと思います。なんか落ちてる。何だったかな。技マシーン、つららばりもらいました。はい、ということで次回はジム進めていきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。